こんにちは、バイクジャーナリストの小林由紀です。今日ですね、ちょっと私も気になっていたモデルなんですけれども、 XSR155、こちらをですね試乗してまいりました。で、今から足つきチェックをしていきますけれども、ですね、XSR シリーズ、900とか700とかいろいろありましたが、今回155のサイズということで、これはちょっと期待できるのではと思ったのですが、まあ、今からですね皆さんと一緒にですね足つきチェックをご覧いただければと思います。というわけで、いつものように私のスペック、身長がだいたい161センチぐらいです。ですけれども手足が結構短めで、同じぐらいの身長の方よりも4センチずつ短いそうです。ですのでこれね155なんですけど、残念ながらそちらから私の、また下見えないと思います。意外とねこれなんか立派な車格なんですよね。ということで前に回りますが、私のこの股下とシート高、まあ、どう見てもシート高が高いということでね、どんな風にまたがっていけるのか今からインプレしていきます。ということで、まずこのままサイドスタンドのまま、またがって車体を起こせるかどうかやってみたいと思います。ちなみにこの XSR155 シート高が、810ぐらいでしたっけ。はい、実はですねこれ並行輸入モデルですので、まあ公式の、サイズっていうのはまあ大体っていう感じになってくるかなと思うんですけれども、で車重が134キロぐらいということで、結構というかだいぶ軽いです。最近のシングルエンジンモデルも意外と160キロ70キロあるモデルが多い中、こちらはですね実は130キロ台ということで、ね、かなり最近のバイクとしては軽いということで、まあ、シート高は高いのですが車体が、ね、軽いので、まあ、なんとかこう小柄なライダーにもなんとかなるのではないかということでまたがってみましょう。ハンドル結構高めです。バーハンドルなので、ではまたがります。あ、このいつも私が言うこのシートが、タンデムシートあたりもですねこの面位置、割とこうフラットなタイプだとまたがりやすいということで、でもあの足かけるときにやっぱり かかとは上げるんだなって感じですね。このままだとちょっと体勢がつらいので、こうちょっとつま先立ちで、おでまたがってしまえば、意外と私あのバイクのセンターに、座っております。で反対の足、右足はしっかりステップについているということは、ステップ意外と高い位置にあるのかなという感じですね。ですけども着地している左足は、だいぶつま先立ちな感じです。なのでちょっとこのままだとさすがに起こせないので、お尻を左にずらして起こします。せーの、軽っなんだこの軽さは。軽いんですけど、そう残念だな、シート高がまあまあ高いので、この足の力だけでちょっとどうにかしようと思うと、それはなんかなかなかの重さがあります。なんでそれはしょうがない。ハンドル持って起こすけど軽い車体自体はめちゃくちゃ軽いですね。はい、ではここから足を踏み替えます。踏み替えないとギアも入れられないしサイドスタンドも払えませんということで踏み替えます。せーの、踏み替えた時に感じるこのシートの高さ、なぜならばというか、あのシートは、オフロード車のように細いタイプではなくって、まあ、オンロードネオクラな感じなので、こう丸みを帯びてまあまあ、座面は広いんですよね。なんでその丸みを帯びている高さをこうなんか通過する時に若干高さを感じますが、車体はすごく軽いのでこの滞空時間を、あの両足を離していられる時間を滞空時間と私は呼んでおりますが、
これはしっかりですね、バイクがグラグラせずに、保ってくれるっていう感じですね。はい、で今ですね、やっぱり私の右足はだいぶつま先立ちです。母子球もついていないぐらいの感じです。さてさて、問題はサイドスタンドなんですけれども、ね、なんかこうヒゲのようなものが出ていますけれども、目視でもちょっと距離感的には結構厳しいのかなという感じでですね、さあサイドスタンド払えるかどうか、せーのもうちょいなんですけど、どうしてこのあとこのコンマ5ミリぐらいをこれ触ってるんですけど、先っちょ触ってるんですけど、よいしょ、もっと前かな、前に行っても結局触ってるけど力がかからない。なので普通の足の長さの人、160センチぐらいで足普通の長さの人とかは問題なく多分つくと思います。よっちょっとね、今ね無理くり足をでも出すのはどうなのかな、今反対の足をふっと浮かせてその反動で足出してしまいましたけど、出すのはどうなんでしょうか。出すのかかとは当たってるんですけどなぜよいしょ、あ、つま先でこのステップをこうしまいながらやればなんとかなるでしまう、あ、なるほど、少しコツをつかめば出し入れはできなかんないですね。はい、なので体格に若干よるかなと思いますけれども、そういうやっぱり日常の使い勝手としてちょっと面倒くさいなという方は、これに多少この溶接をねしてあげればいいのかなと。多分こう干渉しないぐらいの位置に少しの伸ばしてあげればいいので、そういうのができるバイク屋さんにカスタムを依頼するといいのかなと思います。はいということで、今度はこのヤマハ XSR155、日常の使い勝手はどうかということで、取り回しの感じをですね今からインプレしていきたいと思います。で、まあ足つきインプレは先ほどやったんですけれども、まあ、結構ですねその高さ、シート高の高さはまあ立派な車格だよと、あとは市場インプレでもこれは話をしているんですけれども、まあ、乗った感じは結構大柄なバイクに感じるような、ポジションになっています。ですけれどもこのバイク実はですねホイールベースが結構短くって、1330ぐらいと確かあったかなと思います。多分この辺にテレップが出るのかなはい、ということでだいぶ他の、いわゆる250のサイズのバイクに比べると少しこう短いですよね。なのできっと小回りがしやすいのかなというような期待を込めて、今から、ハンドルを切りながら取り回しをしていきたいと思います。ではですね、まず普通にバイクを、まあ、起こします。軽いよなんて軽いんだそんな、まあ確かにエンジンは低いですけど、タンクはこういう高い位置にあって、あれタンク、お、もしかしてこれはタンクカバー、お、そうなんですね。へえ、すっごい立派に見えるけど、これプラスチックです。なのでもしかしてこのガソリンタンクの重心位置が低いのかもしれないですけれども、まあ、車重自体もだいぶ本当に軽いですよで、まあこの状態からですねサイドスタンド払って、じゃあまずは、バイクをこのまま立てた状態で、左に右にと行ってみます。で、切るんですけどもね、こうやっぱねこれハンドルだいぶ広いんですよね。バーハンドルで広いね。ちょっと私の腕が届きづらいんで変なとこ持ちますが、え、ギアが入っているかな。はい。で、じゃあ、だいぶちっちゃ。ですね。感覚的には、グロムぐらいな感じですかね。すごいちっちゃい。ミニサイズの小さいオフローダーとか、ああいう感じの小さ
で多少なんかもう車格が軽いんで車重がバイクと、体が接地して、くっついてなくてもちょっと倒してもなんか全然支えられますね、はい、でじゃあ今度は、自分でこう支えながら行くとどうなるかっていう感じなんですけど、まあ、もう軽くてでもうどうしてもこう狭いとこ行きたいみたいな時にこういう感じです、ね、こうバイクすっごい寝かしてちっちゃく曲がんなきゃみたいなことも楽々できますね、はい、で今度は逆向きに右に切る、これはもう本当楽ですね。で自分がとバイクが離れていても軽い、これはもうこの軽さこそ初心者におすすめ。へえ。ちょっとここは傾斜しているのでブレーキをかけながらとか若干グラグラしながら回ってもですね、あ、グラってきても全然支えられますね、はい。でまあ、もちろんこの体をこうちょっとつけながら押すっていうのも楽勝でできます。同じようにバックとかもね、楽楽楽、何この軽さ右に押す、あ、ちっちゃく回りすぎてこう足元どうしていいのかしらみたいな感じでですね、あ、もうこういう取り回しすらもやっぱり免許取り立て、バイク、入手したての頃ってどうしていいか分かんないとかあるんですけれども、でそこに重さが加わるとね、なかなかこうもう常にこうおどおどビクビクしなきゃいけないみたいなのがあるかなと思うんですけど、この XSR はね、そのあたりは何の心配も多分いらないです。すぐに慣れると思います。おお軽多分ね、これなんかね、借り物ソックスさんにお借りしたバイクなので、そこまでやるとこれ、ね、こう多分ね、着地するところまでやってでそのまま起こすとかね、全然できると思います。女の人でも、小柄なライダーでも非力な人でもいけるかなと思います。なので、うん、でしかもね、見た目はなんか結構立派な感じがするバイクなの で高級なパーツもねついてますし、あ、そういう意味では何でしょうね、初心者だから小さいのいいよって言っても小さすぎるとか、何でしょう、パッと見た目なんかこう何ですかね、ヒエラルキー的なものを感じちゃう場面もあるかなと思うんですけども、これ結構ね立派な風に見えるように作ってあるので、ですけどすごく軽い。なんでちょっとね、一瞬やっぱりこのシート高っていうのは躊躇する場面もあるかもしれないですけど、そこは車重の軽さが助けるかなと思うので、そこさえですね慣れてしまえばかなりおすすめしたいかなという一台だと思います。